今日はですね、パンに向く小麦粉のお話と、小麦粉の中に違う粉を混ぜたい時の割合とか考え方をご紹介したいと思います。いろんなね、パン用の小麦粉が今売られているので、自分が作りたいパンにどんな小麦粉が合うかっていうのも知りたい方もいらっしゃると思いますし、海外だと日本でいう中力粉みたいのしか売ってないですっていうのもあったりするので、その時にどこを基準にして選んだらいいかっていうのをお話していきたいと思います。だいたい1キロとか、500グラムっていうのもあるのかな、袋に入って小麦粉が売られていると思うんですが、その裏のところに成分っていうのが書いてあります。タンパク質量っていうのが必ず書いてあると思うんですけれども、そこを見ていただいて、10.5% からだいたい 12% くらいまでは準強力粉と言われていて、これがだいたい中力粉よりちょっと上のフランスパンとか素朴なパンを作りたい時にはこういう粉が向きます。海外で売られているオールパーパスフラワーもこの中に入ってきます。パンも作れますね。 11.5% から 15% までは強力粉の分類に入るので、スーパーで売られている強力粉は多分この 11.5% から 15% のタンパク質量の中に必ず入っていると思うので、この数字が多くなればなるほど生地にボリュームが出ます。なので、こうふんわりとしたホテル食パンとか、こうふわふわっとしたボリュームの大きなパンを焼きたい時には、この数値が大きければ大きいほど作りやすくなります。日本製の小麦粉で強力粉っていう風になっているものは、この 15% までいくものはほとんどなくって、だいたい 11.5% から 12.5% の間ぐらいが基準なんじゃないかなと思います。もしくは 10.5 っていうのもあるかもしれないですね。最近は改良されて、日本製の小麦粉でもパンに向くものがたくさん作られて使いやすくはなっているんですけれども、どちらかというと海外から入ってきた小麦粉に比べると膨らみにくいのが日本製の小麦粉の特徴です。この裏に書いてあるタンパク質量を基準に自分が作りたいパンに合わせて買っていただくのがいいと思います。基準になる小麦粉に、例えば全粒粉を入れたいとか、ライ麦粉を入れたいとかっていうお話が結構ねありますし、米粉を使いたいとか、あとはココアパウダーや抹茶パウダー、そのおからパウダーを入れたいとか、最近ちょっと多いですけれども、いろいろね味を変えたいっていう方が出てくるんですけれども、その時の考え方ですね、一般的なのがこの全粒粉を入れる場合です。全粒粉は3割ぐらいまで強力粉に置き換えていただいて、材料のレシピの中の小麦粉の割合に3割ぐらいを全粒粉に変えていただいても大丈夫です。ライ麦粉の場合にも同じように変えていただいてもいいですが、ライ麦粉の方はタンパク質量がこうあまりないので、ライ麦パンって言ってそれだけで作る場合だと、どっしりとして目の詰まったような、ドイツで食べられているような、あれはあれでね美味しいですけれども、本当にボリュームが出ない、膨らみがないようなパンになっていきますので、それをイメージしていただくといいと思います。で、入れすぎるとやっぱりその分どっしりとした感じになっていきます。で、食物繊維がこの全粒粉とライ麦にはかなりありまして、普通の強力粉のだいたい3倍から4倍ぐらい食物繊維があるので、配合が多くなればなるほど水分を吸ってしまうので、その分締まったような感じになるので、水分を少し足していただきながら作っていただくのがいいと思います。それから米粉ですが、グルテンの元になるタンパク質がないので、市販のグルテンを追加して作っていかなきゃいけないんですよね。なので 100% 米粉で作るときには必ずそのグルテンを追加しなきゃいけないですし、強力粉の中に米粉を少し入れたいっていうときにはだいたい2割ぐらいを目安に入れていただくのがいいと思います。ココアパウダーとか抹茶パウダーですね、これは基本的に強力粉の中にだいたい 5% ぐらいを目安に加えていただくと適量だと思います。なぜかというと、どちらもですね、タンパク質はたくさんあるんですが、これはグルテンになるタンパク質ではなくって、グルテンの元にはならないんですよね。
特にココアパウダーは脂質がとても多いので、この脂質がたくさん入ることによってパンが膨らみにくくなります。締まった感じになっていきます。ココアパウダーも抹茶パウダーも両方とも食物繊維が強力粉の、ココアパウダーだと8倍とか、抹茶パウダーはまあ11とか12倍ぐらい多いので、その分水分を吸ってしまいますので、たくさん入れれば入れるほど締まったパンになっていきます。味の面でもたくさん入れると苦味が出たりしやすいんですし、色も濃くなりすぎたりするので、まあ 5% ぐらいが適量かなと思います。で、最近糖質制限とかでよく質問されるこのおからパウダーとか大豆パウダーですが、これも本当に入れるとしたら、そうですね、まあ1割とか、まあ 5% とか1割ぐらいが、まあ、美味しく食べていただくにはそれがいいと思うんですけれども、特におからパウダーは食物繊維が強力粉のだいたい20倍以上ありますので、その分水分をねすごく吸ってしまうんですよね。なので、そこもちゃんと考えながら加えていただかないと、とにかく加えた水分をどんどんおからパウダーが吸収して膨張するっていうことになりますし、その分小麦粉の方に水分がいかなくなるので、固くなったり膨らみが悪くなったりします。大豆の粉もこちらはどちらかというと脂質がとても多いので、さっきのココアパウダーと同じように膨らみにくい原因になってきます。タンパク質と書いてあっても、小麦粉に含まれているタンパク質、表示されているタンパク質はこれグルテンの元になるタンパク質で、種類がちょっと違うんですよね。なので、強力粉に違う粉を加えるときには、あまりたくさん加えずに、少しずつ加えるというのがおすすめです。パンを作り始めた頃って、まあ、道具もそうですけれども、材料をどんなものを使えばいいのかなっていうのですごく悩まれる方が多いと思うんですけれども、私はスーパーでまず手に入るような材料を使うのが一番おすすめです。スーパーに入ってくるってことはとても汎用性が高いですし、どんな家庭でも作れるような簡単なものが多いので、パンの粉にしてもイーストにしても、スーパーの売っているものでまずは試されて、それでうまく作れるようになってきたら、粉にこだわったりとか、イーストもいろんなものを使うっていう方法で進んでいかれるのがいいんじゃないかなと思っています。まずは気軽に、スーパーの粉のところにあるもので気に入ったのを見つけていただいて、それでパン作りを始めてみてください。そしてだんだんうまく作れるようになってくると、こういう粉を使ったらどういう風になるのかなっていう風な興味も多分湧いてくると思うので、その時にはぜひ、国産のこだわった粉を使ってみようとか、そういうことになってくると思いますので、スーパーにある材料からまずは気軽にチャレンジしていただきたいと思います。今日はね、この辺で終わらせていただきます。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。パン作りに対する悩みや質問があったらコメントお待ちしています。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。